おどす。おどす。お昼ですけどね。いやお昼だね。てか暑いね。暑いね。めっちゃ夏日。でも梅雨入ったんでしょ。梅雨ね入ったらしいよ。梅雨入った後に、うん、梅雨明けがあって夏か。夏が来て真夏が来て、あで秋が来る。秋が俺一番好きよ。俺も秋が好き。秋といえばもみじ。はい、本日もこちらスポーツジャングル店さんで、ね、いつもお世話になってます。どうも大変お世話になっております。社長そして店長ありがとうございます。え、今日なんすか。今日ね、ちょっとまあ我々とコラボをしたいと言ってくれた方々がいて、俺らのチャンネルってさ、はい、コラボあんましないじゃん。しないね。だけどね、すごいね爽やかだったからついついオケって書いちゃった。なんか江ノ島って言ったかな。江ノ島、なんか江ノ島から来るみたいな。まあ、みんなあんま知らないかもしれないな。江ノ島でやってる YouTuber ですか。そう、江ノ島でなんかやってるらしいんだけど、一応じゃあ呼んでみましょうか。そうですね、江ノ島から来ていただいてるので、うん、ね、せっかく来ていただいてるので、はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。おお。本日は江ノ島から。誰がサーファー。いや夏になるとさ、うん、こういう人たち出てくるよね。江ノ島に。江ノ島に。ピッチピチでさ、こういう感じでさ、怖くて俺。今日人数多いな。字幕大変だなこれ。そうだよね。だから字幕ほぼなしで。ほぼなしでいきましょう。お届けするので、俺らわちゃわちゃ言っていくんだよ。まあ大変そうにこう言ってるんで。じゃあ今日は字幕はありませんで。自己紹介しましょうか。はい、お願いします。リゼムの高です。ケイゴです。シゲです。おお。今のところじゃあ全部カットで。フルカットで。フルカットでお願いします。江ノ島のニセムさんということで。いや広島のリゼムさん、ね、広島。広島わざわざお越しいただき本当にありがとうございます。どんなキャラ。どんなキャラ。ありがとうございます。リゼムさんとのねチャンネルの方でもコラボしてますので、はい、ぜひそちらの動画もね一番概要欄からよろしくお願いします。ご覧くださいということで、あのパントキックをね仕込ませていただいたので、はい、皆さんすごい上手かったですね。左から20代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 ですから。あ、本当だ。はは、よかった。人数多いっていいな。いいな。すごいということで、我々もね対決したいなというふうに思ってるんですけど、やっぱリゼムさんといえば対決ですから、でその前にちょっとアップをね少しだけ入れたいので、まあ、せっかく仕込んだちょっとパンキックで、はい、ちょっとバーテをしながら。あ、なあ、いいですね、はい、ちょっと先行後行決めつつ最後に振り切った対決をしていきたいなというふうに思います。はい、まあ、YouTuber っぽいな。 YouTuber だね。振り切ったっすか。キーパーコーチですから。確かにキック大事じゃん。キーパーチラベルトってことですか。もうチラベルト、ロジェルセイブ。あー、まあ、言ったら西川、言う筋は西川さん。はい、ということでバーテしていきたいと思います。大丈夫ですか。まず、あ、はい、大丈夫です。はい、じゃあお願いします。行きましょう。リゼルさんにどうしようか。1人2本ずつ蹴ってもらって6本中何本当てれたかで行きましょう。はい、一旦それ見せてもらって必要な分僕が当てるんで。ああ、オッケーですね。かっこいい。カバーしますね。そうそうそう、やるね。オッケーオッケーオッケー、いきますよ。お願いします。買いましたからね。うん、おおおお、実質当たってるな。実質当たってるね。これが仕込みの効果だね。いや、ジャイアントの評価もうなぎ登りよ。今うなぎ登り。では2本目。お、いやあ、うわあ、いや、あれだ。いや、まあやるのなかなかやるの。このままエンディング撮りますか。そうだね。はい、撮れたか撮れたか、はい、じゃあ最後、じゃあこれで、はい、またお会いしましょう。じゃあ、はい。おんねおんねおんね。これで6本いらないね。いらないね。あとは高さん蹴ってもらって、うん、じゃあ俺が3本って感じで。それでいきましょう。お、うわあ。やばー。師匠、まあまあそうだな。あのちょっと営業妨害なんじゃない。ジャイアント3本中一応じゃあ蹴ろうか。一応蹴りましょう。一応蹴ろうね。はい、一応蹴っときましょう。リズムさんは3本中2本当てました。じゃあジャイアントリズムで蹴るんでポンポンポンっていきます。じゃあいきたいと思います。お願いします。よいしょ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 。ということで、じゃあフリーキック対決。あ、やばい、動揺してる動揺してる。いきたいと思います。どうします、うん、6本6本で俺とまっすーで3本ずつ蹴って、はい、で計6本、13本ずつ蹴ってもらって、で6本中ってことで、はい、OK です。点数で勝負しましょう、はい、あの先攻後攻好きな方選んでください。あの負けましたね。線で決めちゃう。先に蹴っていくから、ね、はい、じゃあリゼムさんから蹴っていくと OK です。で高校は我々と、今日はね、あの試合で使ってる SGS を使っていただこうと思います。ちょうどなんか合いそうだよね、色がね。合いそうですね。あ、レビュー、はい、フリーキックでちょっとレビューしていきましょう。そうですね、キーグロレビューも兼ねていきましょうか。ちょっと人数置いてやりづらいな。そうですね。ということでフリーキック対決やっていく。
はい、じゃあ1回の表。最初はこんなもんすよね。キーパーやってないですもんね。そうね、バンク池は入るね。そう、あ、マス、これはボーナスゲームなんじゃないのこれ。バンク池も入るでしょ、これ。うわー、キーグロがいい、キーグロが。キーパーグローブがいい、キーパーグローブが。バンク池入ると思ったんだけど、ね、球のスピード遅かったね。そうだね。はい、じゃあ2本目です。ピー、うーん、いっちゃういっちゃう。では2本目後半0-0、決めたらチャンスよ。今のはえぐい、外巻き来た、外巻き。俺は負けられんぞ。なんとキーパーコーチだったわ、ほんまに。一番可能性が。今日持ってるから大丈夫。3本目先行お願いします。ピッ、うわー、やばい。今のはゴースだね。今のはゴースしてたわ。あれ、これ止められたら同点。そうね、うん。マジックテープがないキープの。あ、すごい。うわ、閉まってる、閉まってる。キャッチができるわ、すぐ。キャッチしていいんですか。キャッチして、はい。あ、わかりました。はい、じゃあマスのシュートはキャッチいたします。おお、マス言われてますよ。枠いかゆうで、はい、喋れてませんね。靴紐大丈夫ですか。あーおー、やっぱ来ていただいてるからね。いつもならやるんだけどね。じゃあ行きまーす、サモエ後半。ピッ、はい、うわー、うわー、マジ。キック今コース良かったっすよね。これ入ったと思った。今のはやっぱあれですかね、勝因はやっぱグローブって感じなんですかね。あ、これどこのグローブなんですかね、これ。これは、あ、あ、SJ、ありがとうございます。これで同点か。同点ですね。4本目の前半か、ここで。いや、いいですね。うわー、1-1。向かい点ですか。若さん、無回転来るって。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ4本目前半お願いします。うわー、うーわー、やべー、やばー、やばー、マジか。びっくりー。これマジで勝つ、これマジで勝つ。本物のリズムさんですね、これ。本物だったね。ちょっとゴース感あるもんね。うん、溢れてるゴース感あるよ。4本目後半お願いします。うーん、決めたいやつやで。オーラで守ってるんで。ちょっとあのスペース空きすぎちゃって難しかったね。スペースが空きすぎちゃって逆にちょっと難しかったですね。何でもできたんでね、今。うわー、5本目先行お願いします。うわー、うわー、うわー、ナイスキーパー。負けれないから、負けれないね、これは。あの、俺らガチだから、ガチだから。そうそうそう。え、決めると同点。そう、決めると同点。オッケー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 。まず、ここは決めたいよ。しげさん、苦手な方とかあるんですか。あの、キーパーがまず下手なんで。あ、キーパー下手らしいから枠行きゃ取れる。今のところ全部枠行ってるもんね。うん、そう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 。あれやったら入ります。オッケーオッケーオッケー。ちょっと手が行けんだよな。あ、駆け引きしてる、駆け引きしてる。あ、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 危ないっすね、やり直しっすね。危なかった、危なかった、危なかった。笛なってなかったんで。青いの笛じゃないですか、これ。いやいやいや、誰も中東の笛とかないんで。いや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 、5本目の裏行きます。笛お願いします。はい、笛行こう。ピーッ、うわー、うわー、えぐえ。二失点してますよ。すごい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 。うーわ、胸、うわ、すごい、勇ましい勇ましい。ちょっとやべえ。ジャイアント止めて決めたら勝ちよ。かっこいいかっこいい。ラストですね、6本目前半2-2。ピッ、よし、決めたら勝ちよ、決めたら勝ちよ。うわー、これ持ってそうだよ。
だけ助けるシナリオになってる絶対止める絶対止めるこれマジで止めよマジで止めよマジで止めよヒーローにさしちゃダメだこれはジャイアントチャンネル史上最もガチの瞬間ですねそうだねこれは決めたら勝ちよマス、うん、俺これね党員選の PK ぐらい緊張してるマジか6本目後半決めたら勝ちピッおーいこれ競技間違えちゃったサドンデスサドンデス4月止めて決めたらの勝ちにしましょう1本ずつじゃあそうしましょう1本ずつ、はい、1本ずつではサドンデスです先行ピッよっしゃ決めたら勝ちよ決めたら勝ちよいや隙間すごいなこれ逆に難しい難しいのよ隙間すごいなでは決めたら勝ちサドンですお願いしますピッはい、お疲れ様です。お疲れ様でした。まあ、バートキックで勝ってるんで。確かに。バートで勝って、フリーキック負けたんで、一勝一敗。まあ、でも対決はフリーキックの方ですからね。そうですね。あれで一旦ね、気持ちを上げといてね。そう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 。うん、まあ、こっちのね、作戦勝ちって感じだよね。やっぱ難しいっすね。手と足一瞬出ちゃいましたもん。あれ。それをやっぱこう伝えていただけるのが、すごい嬉しいですね。マジでむずいこうやってね、フィールドの選手がね、キーパーを体験するっていうのがね、すごく大事かなと思うので、ね、キーパーの方もね、練習していただいて、またぜひ広島の方に、いや、広島マジで来てもらった、行った時には、まずグルメと、そして対決の方もまたできたらと思いますので、はい、はい、ということで、江ノ島から来たリゼルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。サーフィンの時間、ちょっと波大丈夫だったっけ？サーフィン系 YouTuber？ ギリギリ OK。ありがとうございます。ありがとうございます。チャオはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。こちらですね、あのリゼムさんからいただきましたもみじ饅頭と。広島といえばもみじ饅頭ですから。はい、広島名物いただきましたので、こちらをこの後食べていきたいと。そうね。はい。ということでリゼムさん、これからも一緒に頑張っていきましょう。ということで高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。ジャイアントからのリゼムガス。